スパイスガールズは1994年に結成されたイギリスの女性アイドルグループ。オリジナルメンバーはメラニー・ブラウン、メラニー・チズム、エマ・バントン、ゼリハリウェル、ビクトリア・ベッカムの5人で構成される。彼女たちはバージン・レコードと契約し、1996年にデビューシングル、ワナビーを発表した。同曲は37カ国で首位を獲得し、 世界的な成功を収めた。デビューアルバムスパイスは世界中で3100万枚以上の売り上げを記録し、歴史上最も売れた女性グループのアルバムとなった。2枚目のアルバムスパイスワールドは世界中で2000万枚以上を売り上げた。スパイスガールズは世界中で8500万枚以上のレコードを売り上げた商業的に最も成功を収めた女性グループであり、 彼女たちの登場はイギリスンのポップカルチャー誌においてビートルマニア以降で最大の出来事に数えられている。1990年代のイギリスの大衆文化の中でも最も高い評価を受けており、雑誌タイムは1990年代半ばのイギリスの若者文化の祝典であるクールブリタニアに出演する中でスパイスガールズが間違いなく最も顔と名前が知られているグループと評価した。 彼女たちの成功を示すものとしては、国際的なレコード売り上げの記録、2007年から2008年の再結成ツアー、前例のないマーチャンダイジング、ハリウェルが着用したユニオンジャックドレスに代表されるガールパワー、映画、スパイス・ザ・ムービーなどが挙げられる。このグループは、これまでで最も成功したマーケティングエンジンの一つとなった。 年間7500万ドルの収益を上げ、1998年5月までに、世界の総売上高は5から8億ドルと推定されている。彼女たちの指導者で、マネージャーのサイモン・フラーの下スパイスガールズはマーッチャンダイジングを受け入れ、イギリスと世界の報道機関の定期的な特集を組まれた。1996年、雑誌トップ・オブ・ザ・ポップスは、 各メンバーに愛称を与えた。ローリングストーンのジャーナリストで、電気記者のデイビッド・シンクレアによると、スケアリー、ベイビー、ジンジャー、ポッシュ、スポーティは、ジョン、ポール、ジョージ、リンゴ以来、最も広く認識されているグループである。ガールパワー減少で、スパイスガールズは1990年代の人気のある、文化的アイコンであった。また、 彼女たちは1990年代の第二次、ブリティッシュインベージョンの一部とみなされている。2016年に、メルビー、エマ・バントン、ジェリ・ハリウェルが再開し、スパイス・ガールズ・ジェムという新しいウェブサイトを立ち上げた。3月、イギリスの雑誌、ザ・ステージが、18歳から23歳までで、ダンスができて、歌が歌える女性を募集した。 この広告に約2000人の女性が応募し、個性的でファンのみんながメンバーの誰かに当てはまるようなグループを目指し、メラニー・チズム、ビクトリア・アダムス、メラニー・ブラウン、ゼリハリウェル、ミシェル・ステファンソンの5人の女性が選ばれた。当初のグループ名はタッチだった。6月、レコーディング中にメンバーのミシェルが乳がんになった母親の看病のためグループから離れることになり、 エマ・バントンが新しくグループに加わった。10月にはツアー活動を始めプロデュースチームアブソルートと出会う。そこで19マネージメントというエンターテインメント会社のサイモン・フラーと出会う。3月にはバージンとレコード契約。5人はイギリスのメーデンヘッドで共同生活を送るようになりダンスレッスン、デモテープの制作に励んだ。10月に デビュー当時からのマネージャーを解雇。また、同日にエリオット・ケネディをマネージャーに迎える。エリオットは新しいグループ名として新しくスパイスと名付けた。しかし、すでにイギリスに同盟のバンドがあったことと、すでにメディアがスパイスガールズと表記するようになっていたことから、グループ名は正式にスパイスガールズになった。ここから1996年の夏まで、 デビューアルバムのために曲を書いていた。1996年7月8日、デビュー曲 Wanna b e をイギリスでリリース。またこの曲のミュージックビデオが音楽チャンネルを支配するようになった。1週目はチャート3位だったが、2週目には1位をマーク。日本ではフジテレビ系列で深夜に放送されていた音楽番組 Bee t UK では、UK シングルチャートトップ20で、 初登場1位を獲得した。イギリスの音楽番組トップ・オブ・ザ・ポップスに出演し、同曲の雑誌で、ビクトリアにはポッシュ・スパイス、メラニー・シーにはスポーティースパイス、メラニー・ビーにはスケアリースパイス、エマにはベイビースパイス、ジェリーにはジンジャースパイスというニックネームが付けられた。ワナビーは世界31カ国でチャート1位となる。これは、 女性グループとしてだけではなく、デビュー曲としても、記録的な売り上げと言われる。イギリスの歌手が、アメリカ市場で人気を得るのは難しいが、この曲は、ビルボードチャートで1周目で11位をマーク。ビートルズの12位の記録を塗り替えた。11月、アルバム、スパイスをヨーロッパでリリース。7週間でイギリスだけで100万8000枚を売り上げ、ビートルズの売り上げ記録を抜いて、 トップになる。トータルで300万枚を売り上げ、15週間アルバムチャート1位をマークした。10月には、セカンドシングル、Say y o u l Be t h e r 12月には、ニビカム1をリリース。この2曲は53カ国で1位を記録した。特に、ニビカム1は、クリスマスソングとして、大人気であった。デビューアルバム、スパイスからの最後のシングルカットとして、ママ、 Who do you think you are? をリリース。これもチャート1位となった。デビューアルバムはヨーロッパで1997年に最高の売り上げとなり、プラチナレコードに認定された。アメリカでもアルバムチャート1位をマークし、同国でも1997年最も売り上げたアルバムとしてプラチナレコードに認定された。また、日本でも100万枚以上を売り上げた。 11月には2枚目のアルバム、スペースワールドをリリース。同アルバムからのシングル、スパイス、アップユアライフをリリース。アルバムはすぐに世界中で人気となり、2週間で700万枚を売り上げるという最速記録をマークした。ヨーロッパ、カナダ、アメリカでは、それぞれ1000万枚を売り上げた。それからは、トゥーマッチ、ストップ、ビバフォーエバーをリリース。このうち、 ストップだけがイギリスチャート2位にとどまった。ちなみに、トゥーマッチは1997年のクリスマスソングとしても人気があった。しかし、アメリカでデビューから2枚目のアルバムをリリースするまでの期間が早すぎるという批判があり、メンバー自身、私生活があまりにもメディアに報じられすぎているという苦難もあった。また、約20社もの企業とスポンサー契約を結んでいた。 こともプレッシャーだったと後にメンバーは語っている。そしてこの辺りから母国イギリスを除く各国のチャートでは衰えが見られるようになっていった。それでも1997年、1998年の両年で最も売り上げた歌手として認められた。この年の6月には映画スパイス・ザ・ムービーの制作に取り掛かった。内容は スパイスガールズが初ライブ前夜にマネージャーと喧嘩をして失踪してしまうというコメディー。エルトン・ジョン、ロジャー・ムーアなどの有名人も多く出演した。7000万ドルを世界中で売り上げた。もっともこの映画はゴールデン・ラズベリー賞に複数部門でノミネートされ最低主演女優賞を受賞した。11月にはマネージャーとサイモン・フラーを解雇。 理由として自由が制限されすぎたというものがあった。この年の早い時期に、スパイスガールズは102日に及ぶヨーロッパ、北アメリカツアーを始める。メンバーのジェリーが一腸炎で最後の2公演、オスロ、ノルウェー公演を休んだ。この頃からジェリーがメンバーに幻滅し、脱退するという噂が流れ始めた。このツアーの後もいくつかのパフォーマンスをジェリーは、 休んでいたので脱退は確実視されつつあった。5月31日にジェリーの弁護士を通じて脱退が発表された。またジェリーは次のようなコメントを残している。残念なことに私はスパイスガールズから脱退したことをお伝えします。私たちには違いがあったからです。これからもスパイスガールズは成功し続けていくと思います。追伸 また戻ってきますジェリーは過度の疲れと自由な時間がないことと告白し、メラニー・ブラウンとの不仲説が流れた。残った4人のメンバーで北アメリカのツアーを続けた。ジェリーの脱退はグループに混乱をもたらし、予定されていたライブアルバムのリリースもキャンセルされた。7月20日にシングル Viva Forever をリリース。ジェリーの脱退後のリリースとなった。同曲のビデオにおいて、 スパイスガールズはアニメとして出演している。理由に世界ツアーで忙しかったこととジェリーが脱退して撮影が不可能になってしまったということ。また、この曲の次に Never Give Up On The Good Times もリリース予定だったが、レコーディング、編集の時間がないこととジェリーの脱退でビデオが作れないという理由でキャンセルされた。クリスマスには Goodbye をリリース。この曲は ジェリーがっ前に作詞されており、ジェリーへの感謝の意を込めたリリースとなった。また、スパイスガールズ自身3度目の大ヒットクリスマスソングにもなった。また、カナダでは16週間チャート1位をマークし、1990年代に最も成功を収めた曲となった。11月にアルバム、フォーエバーをリリース。それまでとは違い、R&B の制作人を迎えたが、ファンの反応は、 今一つだった。US チャートでは、アルバムチャート39位と振るわず、イギリスチャートでは同じ頃にウエストライフがデビューし、そのデビューアルバムに負けてしまった。このアルバムからのリードシングル、ホラー、レッドラブリードザウェイ」をリリース。これは、スパイスガールズにとって9度目の UK チャート1位をマークしたが、ビルボードチャート100にはランクインしなかった。アルバムのプロモーション活動として、 グループを二つに分けて活動するようになった。エマとビクトリアがアメリカを、二人のメラニーがヨーロッパを、主に活動していた。この頃からメンバーはソロ活動を始めた。活動休止を発表。ソロ活動に専念し始める。2007年6月28日、記者会見を開き、ザ・リターン・オブ・ザ・スパイス・ガールズと題した世界ツアーを結構すると発表。 ベスト版も11月5日に発売される予定だったが、同じ日にウエストライフもアルバムをリリースするため、1週間後に遅らせた。結局再結成5発のシングル、永遠のヘッドラインは、UK チャート11位に終わり、アルバムもチャート2位にとどまった。当初ソロとして成功していたメラニーシーは、この再結成に難色を示していたが、他のメンバーの説得により、最終的に参加。 またコンサートではそれぞれソロのパートを設ける話が出たが、メラニー C、ジェリ、ー、エマはそれに賛成。ビクトリアとメラニー B は反対し、プログラムが難航した。結局ビクトリアは歌わずファッションショーとして披露。また、メラニー B は、レニー・クラビッツの曲をカバーした。開演地一覧当初は、香港、上海、シドニー、ケープタウン。 ブエノスアイレスなどの都市でも予定されていたが、スケジュールの都合により変更された。また、ビクトリアは日本公演を強く希望したが実現しなかった。2007年11月15日、ハリウッドのコダック劇場で世界ツアーに先駆けた再結成記念ライブを行った。閉会式にて、スパイスと書かれたナンバープレートが掲げられたロンドンタクシー5台に分譲したメンバーが、 ステージ中央で降車して現れ、ワナビーとスパイス、アップユアライフを披露した。今回の再結成では、ビクトリアが難色を示した。第4個の育児に忙しく、またファッションデザイナーとして成功し始めており、過去のポップスターとしてのイメージを払拭したいためで、あった。しかし、他の4人が、ビクトリア抜きでも、再結成をすることに決めたため、急遽スケジュールを調整し、 参加することに決めた。2016年、デビューシングル w a B 発売から20周年を、祝い、ジェリハリウェル、メル・ビー、エマ・バントンの3人がジェムというユニットで新曲を準備中である旨発表。今回の再結成ではビクトリアは4人の子育てに、デザイナーとしての仕事が忙しいため不参加。メラニー・ c は10月にニューアルバムを発表で、ソロ活動に専念したいのと、 再結成に意欲が湧かないとの理由で不参加。2018年11月5日、ビクトリアを除く4人での再結成ツアーがアナウンスされ、翌2019年5月から6月にかけてツアーを観光した。断りなき者はアルバムの題名。ありがとうございます。